こんにちは。雑穀と米粉でグルテンフリーのパン作り、ホトハのパン教室、ホトハの香りです。この度は黒米と米粉のかぼちゃパン、レッスン動画をご覧いただきありがとうございます。お手元にレシピはありますかまず材料の説明をしていきます。それでは早速黒米と米粉のかぼちゃパン作っていきましょう。まずは材料を ボールに測り入れていきます。粉類を全部測ったら、ゴムベラで混ぜていきます。また、ゴムベラで混ぜていってください。べちゃべちゃで大丈夫かなって思うんですけど、大丈夫です。パン生地になっていきますので、それでも混ぜても混ぜてもならないっていう方は、大箱です。 大箱を一つまみちょっとつまんで入れてみてください。足りなかったらもう一つまみっていうふうにして、大箱を一つまみずつ入れて調整をしていってくださいね。米粉を追加しようとすると、結構な量を多分追加しないといけなくなってしまうので、あら、今度は硬すぎだから、じゃあ水かってなったりするから、もし硬さを調整するんであれば、 大箱で一つまみずつ調整をしてみてください。こんな感じで固まり、固まったので、生地状になってきたので、最後です。米油。米油を入れたらまた混ぜますよ。ちょっと生地を伸ばして、戻してっていうふうにして、なんかパンをこねてるみたいですが、これは混ぜています。こねてるんじゃなくて、もう 生地全体を混ぜていると思ってやってください。10回ぐらいで大丈夫です。ボールに戻します。ボールに戻したらラップです。一時発酵して膨らませます。膨らんだのがよくわかるように、今の状態を真上から見て、マジックで 書いておきます。かぼちゃんですね。かぼちゃ、皆さんどうしてますかね私は買ってきたものをそのまま先に電子レンジで柔らかくしてから切っています。するところまでがかぼちゃの準備になります。雑穀と米粉でグルテンフリーのパンを作るォトハのパン教室には 公式ラインがあります。毎週月曜日の10時にパン作りに関するお役立ち情報を、金曜日の18時に教室情報を配信しています。月替わりで米粉レシピのプレゼントも用意していますので、ぜひ友達追加して仲良くしてくださいね。一時発行できました。ボールやラップを かぶせて乾かないようにしておきます。綺麗な方が下にある方がいいので、スケッパーぐらいの大きさですね。かぼちゃを包み込めるぐらいの大きさ。大体スケッパーぐらいの大きさだと思います。これに伸ばして、で、包むので生地をくっつけていきますから、周りを し薄くしておきますここに1個分ですねさっき準備したかぼちゃのあんを1個分のせます。できちり閉じ目を閉じてもしこう持ち上げれなさそうだったらスケッパーを使ってください。これでスッと 剥がしてあげれば持ち上がります。持ち上がったらひっくり返して閉じ目が今下に来ている状態ですよね。これを丸く整えます。感じです。で後ろも綺麗にしておきます。五個印をつけました。そしたら次。 油を塗っていきましょう。で、油を塗りました。そしたらね、これ、なかったらなくてもいいんですけど、こんな感じで、かぼちゃの皮を細く切っておきます。これを、こんな感じで。 の余熱が完成していったら焼きましょう焼けましたいかがでしたか新しい動画が公開されたら通知が届きますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは最後までご覧いただきありがとうございましたおたはの香りでした